バトラー軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,690人であり、2000年の13,010人から2.5%減少した。軍庁所在地はモーガンタウン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。バトラー軍は1810年に、 州内53番目の軍として設立された。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。軍内のグリーン川沿岸には多くの考古学遺跡がある。1932年の調査で9つの遺跡が発見され、その多くはカールストン・アニス・カイズカやデウィーズ・カイズカなど一軍のカイズカである。 現在バトラー軍となっている地域に最初に入ったのは、リチャード・シー・デリアムとジェームズ・フォージーの一家であり、ベリーズリックと呼んだ町を設立した。最初の産業は、塩の製造だった。1810年1月18日、ケンタッキー州議会が、ローガン軍とオハイオ軍の一部を合わせて、バトラー軍を設立した。名は、アメリカ独立戦争の軍人であり、1791年に、 オバッシュの戦いで戦死したリチャード・バトラー少将に、ちなんで名付けられた。バトラー軍には、南北戦争で戦った両軍の兵士を称える、記念碑があることでは、州内に二つしかない軍の一つである。モーガンタウン市にある南軍、北軍兵士の石踏みは1907年に、バトラー軍庁舎前芝生で除幕された。バートラー軍は、西部丹田地域に属している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は431.52平方マイルであり、このうち陸地428.08平方マイル、水域は3.244平方マイルで、水域率は0.80%である。バトラー軍はその歴史の大半で輸送のための艦船としてグリーン川を使ってきた。鉄道が経済的に重要になってくると、 ビーバーダムとオーエンズボロを結ぶアメリカ国道231号線のように主要貿易拠点を結ぶ一連の道路を建設することで補ってきた。1965年、ウッドベリーの高門とダム第4号が完成し、1980年にアメリカ陸軍公平司令部によってロチスターの高門とダム第3号が閉鎖された後、グリーン川の交通はなくなった。 1970年には、ウィリアム・ H ・ナッチャー・パークウェイが完成し、全国的な週間高速道路網とこの地域が結ばれた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。